ミーミル、なんでフレイヤに粒吐かれたの？いや、バルドルのこと、奴は不死身だという。そうじゃ、あやつにはいかなる剣も魔法も効かん、不死身なのじゃ。神のおごりだ。誰しも弱みはある。だが彼にはない。あやつにはいかなる剣も魔法も効かん、不死身なのじゃ。今同じこと言ったよ。そうか？その力の源は。思い出そうとしたのじゃが、確か術か。ミーミル、まだわしの脳が目覚めきっておらんようじゃ。しばらくすれば思い出すじゃろうて。大丈夫かな。ミーミル、湖だよ。よし、橋に寄せるんじゃ。ミーミル、フレイヤに唾を吐かれた理由は何だったの？それは、今のフレイヤの辛い状況を作り出してしまったのは、わしのせいでもあるからの。話は、おい、蛇とはどう話す？橋の真ん中に大笛が置いてあるはずじゃ。そこへ行け。やった、笛吹くの？よし、大笛を吹かせてくれ。オーディンが建てたものなんじゃ。ヨルムンガンドがあの筋肉バカを心底目の敵にしとることから察するに、見るのも嫌だったんじゃろ。でも乗り込むな。まあ、あやつとトールには浅からぬ因縁があるからの。ああ、それは先の話だ。とにかくあやつにしてみればそれが適当でも、トールを丸の店には気が済まんかったってことじゃ。聞いてみるか。聞くのはヨトゥンヘイムへの道だ。さあ、やってみるかな。わう夕むひみみ。通じる通じる。わしのことも覚えてる。それは、ああ、これは違う。ああ、モークンのフントゥンク。アオリアゲエコノスノブンオを話したんじゃ。助けてくれ。エフにウフング。ほほな。おー、気にせんでいい。何してるの？わしらを案内してくれてるんじゃ。よく聞くんじゃぞ。巨人の国へ行くには2つやることがある。まずヨトゥンヘイムへの道を開く旅のルーンを学ぶこと、そしてそのルーン文字を旅の門に刻むんじゃ。ミーミルがいたあの山頂の門。その通り。じゃが無限の知恵を誇る巨人はそこらにあるのみでは文字を刻めんようにしたのじゃ。門を開くには魔法ののみを使わんといかん。じゃがのみのありかは知っとる。そう遠くはない。ちょっと怒ったような気がした。それはの、オーディンの仲間と言ってしまったからじゃ。すまんな、調べては使わん言葉じゃからの。ほら見て、
また水位が下がった。世界の塔や像がもっと見えるよ。探検できそうなところも増えたね。飲みはどこにある？ひとまず船へ、それからじゃ。魔法の飲みを探しに行くか、少し探検するか、僕はどっちでもいいよ。飲みはどこにある？こぎ手の像の間を通り抜けるんじゃ。飲みはその先にある。フレイヤに唾を吐かれた理由は何だったの？それは今のフレイヤの辛い状況を作り出してしまったのはわしのせいでもあるからの。それはアース神族とバン神族の長き戦争まで遡る。その昔アース神族は戦えば無敵じゃった。じゃが長き戦争でバン神族という強敵とぶつかったんじゃ。どちらも多大な犠牲を払った。そのあまりの無意味さに、かつては争いを好んだ者たちも戦争を忌み嫌うようになったんじゃ。お前さんもそうじゃろ？そんなわけで限界を迎え、そしてついにオーディンの最も優秀な助言者が賢明な解決策を提示した。神々に和解するよう勧めたんじゃよ。説得には骨が折れたが、オーディンもついに最悪の敵と結婚することを受け入れた。相手はバン神族の女神。その伝説的な美しさに加えて、オーディンが長年極めたいと切望していたバン神族の魔法にも秀でていた。フレイヤがオーディンと？どんな理由で？愛する人々を守るために自分を犠牲にしたんじゃよ。他の方はひどい報いを受けた。しかし話はそこで終わらんのじゃ。そこのあなた、聖ある者よ。愛するグルベイグが呼びかけている。安らかに眠りたいと。しかし彼女の惚れはバラバラだ。お願いだ、彼女を元通りにしてくれないか。骨を集めてくれってこと？うえ。グルベイグのセイズ呪術に限界はない。死者と再会することすら可能だぞ。本当？どうやって？聞くな。あなたも悲しみを抱えているな。信じてくれ。彼女の強力な呪術で生と死の間に架け橋を作れる。短い間だけだがな。聞くな。行くぞ。あいつらはグルベイグの骨を3本奪い、湖にばらまいたんだ。骨を見つけてくれれば必ずや報われよう。
に魔力が宿っている。グルベイグの骨だ。なんででもいい。あんなに痛いから。あの亡霊を信じる。どうして。あいつが亡霊だから。嘘をつく。あの人は違う。わかるんだ。お前に何を。フレイヤが結婚してたなんて。愛と憎しみは密接に絡み合っているもんじゃよ。例えばオーディンと巨人は憎しみ合っておるが、実はトールの母親はフィオ。亡霊よ。どうしてグルベイグの骨は散らばっていたの。彼女は純粋でとても魅力的だった。それに美しかった。他の者は彼女にひどく嫉妬して、あろうことか死体を怪我した。越えたところに闇がある。
りに気をつけるんじゃ。なぜだ。聞いたのか。母上と会えるんだよ。もし骨を見つければ。では好きにしろ。亡霊の使い走りをする気はない。探しているその実は一体何だ。よくぞ聞いてくれた。話を聞かせてやるわい。その昔サムールという巨人がおった。とてつもなく巨大な巨人じゃ。その巨体とは裏腹に、サムールは誰もが認めるこの世で最高の石工じゃった。サムールはその技術を息子へ伝授したいと願っておったが、若いフリムスルは戦士の心を持っとった。父が恐れを抱いておったのか、息子に恐れがなかったのか、どちらにせよ親子喧嘩は手がつけられなくなっていった。そしてついにサムールはダーンと息子を殴った。そしてフリムスルは逃げたのじゃ。恥と後悔から、サムールは息子を追いかけた。無我夢中だったサムールは気がつくとミズバルズで道に迷ってしまっていたのじゃ。悲しきか、その夜家から遠く離れた地でサムールは出会ってしもうた。目の前にいたのは遠いじゃ。それでどうなったの。じきにわかる。ボールがやった。そんな無駄の上に倒れたの。そう、万神族の神ニョルズを信仰する素敵な村の上に倒れたのじゃ。トールは村も潰したと称えられたが、巨人の下にただ村があっただけじゃ。化け物だ。一緒に奴を倒すぞ。先端がいる。それはそれは大きなノミじゃぞ。
魔法で封印されとるの。何も起こらないね。おお、なかなかのもんじゃ。ありがとう。やったね。サムールは霜の巨人でな、死んだ時最後の吐息が全てを凍らせた。のみの先端を探せ。巨人ののみが必要じゃ。敵だ。攻撃する？
よね。